香りやばいね、これ。おお、これですよ。どうも、レオレオさん、リュウジです。で、今回はコラボ動画でございます。札幌のマルホン本間水産さんの竹とば。こちらのコラボでございます。竹とばなんてね、私が一番お世話になってる食材と言っても過言ではないです。素材の味を楽しむためにこのままいただくんですけども、今回はですね、この竹とばめちゃくちゃそのままうまいので、とりあえず今ね食べてみたいと思います。素材の味を確かめるためですよ。食べ方、これね皮もついてるんで、ちょっとねレンチンすると美味しいらしいんですよね。20分ぐらいかな。ちょっといっていきたいと思います。はい、あ、いいですね。ちょっとあったかくなってるんですね。そのままいただきます。めっちゃうまい。そのままでもうまいんだけど、皆さんチンした方がいいですよ。これさ、世界で一番日本酒に合うんじゃないかっていうふうに思いますね。ということで皆さんぜひやってみてください。もう笑わない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 。まあそれじゃあダメか、このチャンネル。言うて私料理研究家ですので、このままでもめちゃくちゃうまいんですけども、今回はですね、この竹とばチップ、これね実はね料理に使ってもめちゃくちゃうまいです。そして一番うまいのが、いろいろ研究しました。その中でダントツにうまかったのが炊き込みご飯です。竹とばって乾燥させてうまみを凝縮させてるんで、戻る時にものすごいいい出汁が出るんですね。この竹とばの良さをね最大限に生かした最高の竹とば釜飯、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずはですね、竹とばチップ、これねソフトタイプなんで柔らかいんですよ。このタイプじゃないと結構ね仕上がりが硬くなったりしますんで、ぜひねソフトタイプ使ってみてください。かなりこのご飯と一体感が生まれますので、ね、札幌のマルホン本間水産さんの竹とばですよ。で、他の具材、今回しいたけ 100g 使ってます。あと、あればでいいんですけど、大葉ね、この爽やかな香りが花を添えますんでね、炊き込みご飯に。そしてお米ですね、今回は、2合分これで作っていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずはですね、お米ですね、普通に洗ってください。洗ってきます。はい、まあざっくり洗ってきました。そしたらですね、具材切っていきましょう。で、しいたけなんですけども、この軸は、切っていただいて、で、まあ、本当にこうやってスライスでいいです。はい、椎茸っていうのはね、すごくね旨味成分としてはグルタミン酸が多いんですね。はい、なんでこの、鮭とばにはもともと鮭ですんで、動物のね旨味成分であるイノシン酸が多いんですね。なんで、この椎茸を入れるとイノシン酸とグルタミン酸の相乗効果で、非常に旨味が高くなります。なんでね椎茸はねいい相棒になりますんでね。はい、軸の部分も結構美味しいので、炊き込んじゃうとなんかここも余すとこなく使っていきます。こうやってスライスすればね美味しいので、ぜひねこのここも使ってください。で、こんな感じで、切っていきます。あんまり薄くしなくても、それはそれでコリッとした食感が美味しいので、はい、こんな感じですね。そしたら大葉でございます。はい、でここはね硬いのでちょっと切っちゃいますね。僕の切り方なんですけども、まあもう10枚は10枚もう こんな感じでね、コロ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 こうやって、でこうやって切っていきます。で、炊き上がりまで時間がありますんで、切ったらね、お水につけといてください。これこのまま放置すると結構しなしなになっちゃいますんで、ちょっとね、お水。これはこれで、ちょっと置いておきましょう。はい。じゃあですね、ここに白だしですね。1、2、3ですね。大さじ3杯入れていきます。これが下味になりますね。で、お醤油。お醤油で色付けと風味付け。で、これで、小さじ1杯入れてあげると、だいぶ具合がいいです。はい、そして酒、まあ、酒も、まあ、今日はせっかくありますから、皆さん料理酒で代用可能ですから、普通に料理酒でも大丈夫です。はい、今回美味しいお酒があるんでね、ちょっとそのエッセンスを加えていただいて、ここに、大さじ1半ですね、このお酒は風味付けとコク付けになります。あとみりんですね。炊き込みご飯に甘みが欲しいので、みりんを大さじ1と半分入れます。うん、そしたらここで線まで水を入れます。今回2合なんで、2合の線まで水を入れていきます。うん、これぐらいですね。そしたらですね、もう今回のね、椎茸さんを入れます。はい、食感がプリッとした食感がきていいと思います。はい、そして、酒とば、ね、これ半分入れてくださいね。全部、入れると結構多いので、はい、ただ4合とか一気に作る場合はそれは倍量入れてくださいね。これ
ね、水分に浸すような感じで入れてください。そしてここに大さじ1杯ぐらいの鰹節、これ入れてください。そうするとね、この鰹と鮭のね相乗効果、そうするとマジで釜飯屋さんで出てくるような最高の炊き込みご飯ってなります。じゃあですね、これ炊飯器にセットします。そしたら炊飯を押すだけでございます。大体40分後ぐらいには最高の炊き込みご飯ができております。はい、ということで40分後に、はい、それではですね、40分経ちました。あ、50分ぐらい経ったかな。やっていきたいと思います。オープン。香りやばいね、これたまんねえ。じゃあちょっとかんましていいですか。これこれこれでね、鮭とばがね、こうほぐれるんですよ。これほぐしながら混ぜてください。ほらほらほら、このこの焦げ、これができんすよ。香りがやばい。鮭とキノコと出汁の香り、これねたまんねえ、うめえんすよ。じゃあこちらを盛り付けしていきたいと思います。うまそうだね。そしたらですね、まあ、最後にさっきね、大葉ね、そしてここにいいごま、おお、これですよ。最高の炊き込みご飯ができました。はい、ということでこちらで究極の鮭とば釜飯完成でございます。はい、それではできました。食べていただきます。いただきます。くー、絶対合うぞこれ。うお、うまっ。鮭の旨味めっちゃ出てる。最高だこれ。鮭とばって結構硬いイメージがあると思うんですけど、ソフト鮭とばだとね、食感もありご飯の具としてのアクセントが取れるんですよね。これがうまい。キノコとの相性最高。極上だこれ。大葉の爽やかな香りも相まってものすごく美味しい炊き込みご飯に仕上がっております。うまみがやばい。まずこの全部食べてしまいそうなんだけど、ここで味変換不全でしょ。これはね、いろいろできるの。まあ、ラー油ですよ。垂らしていただいて、一気にね、酒に合う、これ。あ、うまっ、うまっ。もうこれ、歌声、駅弁にしよう。そして、マヨと七味ね。これ、鮭とマヨネーズ、すごく相性がいいんで。マヨやばい。七味のピリッとした後味がもう来て、もう最高か、これは。もうね、これと鮭とばさ、酒なのにフルコースだ、これ。おはようからお休みまで全部かわしてくれる。これ味付けがめちゃくちゃシンプルにうまいんで、何でもできます。食事として食べるんだったらこれと汁物だけでいいです。これマジでうまいわ。もうほんと好き。自信持っている。これはもう鮭とば買って作ってください、マジで。ということでですね、この究極の鮭とばかもしれない。これほんと作ってびっくりします。マジでうまいんで。鮭とばって炊き込むとこんなにうまみが出て、こんなにいい具材になるんだなっていう。しかもなんとそのまま食べても美味しいし、余った料理も使えるって最高のパフォーマンスを発揮する食材だと思いますので、ぜひですね、概要欄に詳細載っておりますので、そちらをチェックしていただきたいと思います。今日は本当に美味しい鮭とばと美味しいお酒を本当にありがとうございました。